平野翔、神宮寺勇太、岸優太がグループ名、ナンバーアイを漢字で書くと、まさかの結末に視聴者騒然。ナンバーアイメンバー、グループ名スペルを覚えられない。NHK アンダーラインミュージサキポー2024の舞台裏では、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちがその日のサインに没頭していた。普段は華やかに舞台で輝く彼らが、こうして一時一区を丁寧に書き上げる姿は、 ある意味でアーティストの真髄をかいまる瞬間である。平野翔神宮寺勇太、そして岩雄太、彼らはそれぞれに個性を持ち、異なる筆跡で自らの名前とグループ名を綴る。その過程で生じる微笑ましい困惑や、少しの戸惑いさえも、ファンにとっては特別な瞬間として心に残る。彼らの筆跡には、それぞれの人生や経験が反映されているかのようだ。平野翔が、 平野章と書く際に、自然とその文字が小さくなるのも、ある種の謙虚さや彼自身の性格が現れているのかもしれない。神宮寺雄太が M の綴りに悩む姿や、ガン太が B につまずく様子は、まるで現代のデジタル社会で育った彼らがアナログな世界に再び挑むような一幕である。スマートフォンやコンピューターが日常的に使われる中で、手書きのサインに対する感覚が鈍っているのは当然のことだが、 それでも彼らはこの伝統的な手法を大切にし、真剣に取り組む。それは単なるサインではなく、彼らのファンへの感謝と愛情の証でもある。ハッシュタグナンバーアンダーライン愛のメンバーたちがグループ名を書くときに、一瞬でも戸惑いが見られるのは、彼らがその名前に込める思いの強さゆえかもしれない。そして、その一瞬の迷いさえも、ファンたちは彼らの人間らしさとして愛をしむのである。また、 彼らがこのような小さな困難に直面するたびに、ファンたちは彼らの成長を感じ、応援する気持ちが一層強まる。特に、ナンバーアンダーライン愛のサインに対する愛着や、それを練習する過程を共有する姿勢は、彼らが単なるエンターテイナーであるだけでなく、人間としても成長し続ける姿を見せているのだ。NHK アンダーラインミュージサキポー2024の舞台裏でのこの光景は、 単なるエンターテインメントの一環に過ぎないかもしれないが、それ以上の意味を持つ。彼らがサインを通じて表現するのは、自らのアイデンティティであり、ファンとの絆である。その一筆一筆に込められた思いは、デジタル化が進む現代において、忘れられがちな手書きの温かみを再確認させる。ナンバーアイの三人、平野翔、神宮寺優太、岩優太は、 グループ名のスペルをなかなか覚えられないことで知られています。彼らの個性的なサインとグループ名のスペルにまつわるエピソードはファンの間で語り草になっています。彼らのサインを見たとき、まず目を引くのはその個性的なデザインです。平野章のサインは力強くかつ繊細な筆致で書かれた平野章の文字が特徴です。神宮寺勇太のサインは流れるような美しい筆体で、 彼の優雅なイメージを彷彿とさせます。岸優太のサインは、独特なフォントを用いた個性的なデザインで、彼の明るいキャラクターを表しているようです。しかし、彼らのサインを見ていると、もう一月つ気になる点があります。それは、彼らがグループ名、ナンバーアイをスムーズに書けないことです。彼らのサインを見るたびに、グループ名のスペルに苦戦している姿が目に浮かびます。例えば、 ある音楽番組に出演した際、3人はナンバーアイのサインを書くことになりました。しかし、平野翔はナンバーのスペルを間違え、神宮寺優太はアイのスペルを書き忘れてしまいました。岸優太に至ってはグループ名を書く途中でペンを置いてしまい、結局サインを完成させることができませんでした。ナンバーアイのメンバーがグループ名をスムーズに書けないのは、 彼らが普段からグループ名を意識していないからなのでしょうかそれとも、単にスペルを覚えるのが苦手なだけなのでしょうか彼らのサインを見るたびに、私は彼らのグループ名のスペルに対する意識の低さに疑問を感じます。彼らは、自分たちのグループ名を、ナンバーアイと名乗っているにもかかわらず、そのスペルを正しく覚えることに苦労しています。しかし、彼らのサインが、 ナンバー愛のスペルを間違えているからといって、彼らがグループ名に愛情をかけていないわけではありません。むしろ、彼らは自分たちのグループ名を愛し、大切に思っているからこそ、そのスペルを正しく書こうと努力しているのではないでしょうか。彼らのサインは、彼らのグループ名に対する愛情の深さを物語っているのかもしれません。彼らは、グループ名に完璧を求めるのではなく、自分たちの個性的なサインを通じて、 グループ名に対する愛情を表現しているのかもしれません。ナンバーアイの3人のサインを見るたびに、私は彼らのグループ名に対する愛情の深さを感じます。そして、彼らのサインが完璧でなくても、彼らの個性と努力が詰まったものであることに気づかされます。彼らは、グループ名に完璧を求めるのではなく、自分たちの個性的なサインを通じて、グループ名に対する愛情を表現しているのでしょう。そして、 彼らのサインが完璧でなくても、彼らの個性と努力が詰まったものであることに気づかされます。彼らのサインは、私たちに、完璧よりも大切なものがあることを教えてくれます。それは、個性、努力、そして愛情です。ナンバーアイの3人が、グループ名をスムーズに書けるようになる日は来るのでしょうかそれとも、彼らのサインは、これからも個性的なままでしょうかそれは、 彼ら自身の努力と私たちファンの期待にかかっているのかもしれません。ナンバーアイの3人のサインは彼らの個性と努力、そしてグループ名に対する愛情を物語っています。彼らのサインを見るたびに私たちは彼らの個性と努力、そしてグループ名に対する愛情を感じることができます。そして彼らのサインは私たちに完璧よりも大切なものがあることを教えてくれます。それは 個性、努力、そして愛情です。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、完璧さを追求するだけでなく、自分たちのありのままを見せることで、ファンとの距離を縮めているのだろう。彼らのサインが不完全であること、その中に含まれる小さなミスさえも、ファンたちにとっては特別な意味を持つ。まさにそれこそが、彼らの魅力の一部であり、その魅力は年を重ねるごとに増していく。 彼らのサインの完成を待ち望むファンたちにとって、それは単なる待ち時間ではなく、彼らの成長を見守る貴重な時間である。サインが完成する瞬間、その場にいるすべての人々が共有する喜びと達成感は、彼らが生み出すアートの一部となる。ハッシュタグナンバーアンダーライン愛のメンバーたちが、これからもこのような愛情と真剣さを持って活動を続けていく限り、彼らのファンベースはますます広がっていくだろう。そして、 この記事を読んだあなたも、彼らのサインを見たとき、その背景にある物語や感情を感じ取ってほしい。それは単なる一瞬の出来事ではなく、彼らの人生の一部であり、ファンとのつながりの証なのだから。この物語が、これからの彼らの活動に対する期待をさらに膨らませるとともに、彼らがこれからどのような成長を遂げるのか、ぜひとも見届けてほしい。そして、その成長の一端を、 あなた自身の目で確かめる瞬間を楽しみにしていてほしい。ナンバーアンダーライン愛の物語は、まだまだ続く。彼らの次の一歩を、私たちはいつでも見守り、応援し続けるのだ。